よっしゃ続きやっていきましょう今回がサイドストーリーラストですかね金木兼捜索サイド RE 自分のために流化した金木を人と協力して探す投下彼に渡したエンゲージリングそれだけを頼りに探し進める 今回はトーカちゃんを使うのかなってことはやはり敵はラストはあいつかなもうお腹には赤ちゃんが可愛い,いよねトーカちゃんのこの RE のモデルあしかもあ角眼になってるのかと思った これあれかなただカニキを探すだけっていうわけではなさそうだけど。あ、目が動いてる。これ見て、目が動くぜ、これ。ほら、ギョロギョロ、動いてる。こっち見ろ。見た。<laughs> 怖すぎ。えーっと、こっちかなお竜の落とし子がいる。あー、これ爆発するからね、危ないよ。 危ねあ、パイセーンうおパイセンお前軽く1 0ー,ーぐらい吹き飛んだ大丈夫か <laughs> パイセーンお前マジで危な本ほんとに <laughs> びっくりしちゃった。どっちだこっちかなあ、ここだね。あ、違うわ。えあ、違うよな。 ピッピピッピッ,ピッピってんのがさこっちが近いんだよねなんか結構フィールドの真ん中の方が一番ピッピピッ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 ってんだけど <laughs> 道はこっちに続いてるね助けてくれそうかく協力体制だから CCG の職員も救わないとな かっこいいさすがっすねお前の動きが読めるぜえっとトーカちゃんの通常攻撃はパンチパンチパンチキックパンチパンチキックからのあやとと同じようなあれかなスキルだねで三角を押してるとあやとと同じように出せるとただ射程距離はそんな長くないねお前の動きが読めるぜおいパイセンめっちゃかっけーじゃないか で、えっ、ー、と、歩いの綾とか突進なのに対して、瞳カちゃんは空から撃つとなるほどねこれの飛距離がちょっと短いのがあれだな近距離専用かあ、追撃を入れ,れるねなんか当たりすぎじゃないかいあ、待って、あと1分じゃんどこにいるんだっけ あれどこにいるんだっけこっちに来てムービーが入ったから、多分俺こっちにいるもんだと思ってたんだけど、ここか。いたいた。待て。こっちは今佳境なんだよ。<laughs> あとちょっと、やめろ許せねえな、こいつ。ほんで、お前爆発するんだろ。よし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 。よし後ろにいるの、パイセンかと思ったら、あれだった。龍の落とし子だったわ。 こっちから反応がピピッピピッって言ってるなオッケーオッケーあこれではちょっと崩すっていうのはあれかなこういうこといいなんで反応強くなったんだよじゃあ謎すぎるだろかわいい おおすごいすごい。突進するんだ友果ちゃん。上から撃つんじゃないんだね。いててててて。ここの狭いところなら、これが使えるんじゃないか。ほら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 。オッケーオッケー。竜の落とし子倒したね。倒したね。いいね。爆発しないからいいわ。ちょっとこいつ追撃入れさせてよ。こいつ追撃、浮いてるから追撃入んないんだけど。ここじゃなかったのか。なんでピピピ反応したんだじゃあ。 あ,あ B がいるわあいつガード覚えたね今戦いの中で成長しやがったはい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 、はいはい、追撃入れてトウカちゃんの攻撃めっちゃ速いすごいなウカクはでもスタミナ消費が激しいんでしょ行くぜ うん、上か。どっかにはしごがあるんだろうな。OK、OK <noise>、OK、OK、ケー。ケーケーえっと、こっちかな。さっきバスのある方向から来たから、まあ、パイセンに任せよあれはいいや。 こっちかな違うな。こっちかなあ、覚醒ゲージ発見。ラッキー。これ取って。こっちっぽいな。なるほど。オッケーオッケーオッケー。んーで、こいつ速攻で倒して。あ、落ちたわ。じゃあ、の。登って。いや、時間せ。いや、ちょっと待って,待って。 登れないっていうこれオッケーオッケー待て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 殺さないでお願いオッケーなんとか守った当たってないんだがオッケーよいしょまだいるえまだいる助けなきゃいけないやつ OK。さあ、捜索に戻ろうか。いいこっちで OK? あいるじゃん。えー、待って、パイセン使いたいな。なんか強そうなんだけど、だかまだ美覚を使ってないんだよね。あの美格のあの、たぐり寄せる攻撃。あれ絶対強いと思うんだよな。おこいつ箱に埋まってる。あ てててててていてやばい近接攻撃近接攻撃近接攻撃詰めてお前の動きが読めるぜほいほいほいオッケー奥になんかアイテムあるね絶対これはおっパイセンつえつえ。ほい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 ,おいずーっと打てるよ俺は はい、ザン、ザン、ザンと、オッケー。近づいてきたらスキルをぶっ破して、オッケー、またスキル無限出たね。上に登って、多分こっち。くそあのバスを越えてすぐぐらいか、上から回り込まないとダメなのかな こっちからいけないねやっぱこのはしごを登ってこっちかこれ登れるこのバスこのバスから登ってきたんだもんなザン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 よいしょオッケーよいしょいいね強いこうやってやっぱうかくの範囲攻撃は強いあ死んでるわ <laughs> 溶けてるわすまない助かった行くよ であと言ってないとこはこいつなんだあ爆発かあの爆発する状態まで HP が削れたら無敵状態になるんだなやばすぎそれは戦う おーめちゃめちゃ吹っ飛んだあ全員死んだわ全員吹っ飛んだねこっちに行,行ったわそのそこそこ体力あるやつら行ったお前さ岩投げるのがさめっちゃ強いんだよねこいつ、はい、はい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 よいしょオッケーオッケーなんかここ見覚えあるな 矢印的にはこっちを向いてるんだよね。だからこっちで合ってると思うんだけどな。しかもピッピッピッピ行ってるし。近づいてる。これか。まあ、そうですよね。まあ、あそうですよね。<laughs> 知ってました。はい。まあ、なんとなくそんな気はしてました。

ドーンこれね、僕、ちょっとボイスの音量大きくしてるんで、かなり味方のボイスが聞きやすいと思うんですけど、いいですね、やっぱり。キャラゲー。うわぁ、金木だ。金木。シュールすぎる。ムツキ出てこなかったな。出てくるかと思ったんだけど。 はい、ということで、今回もトリプル S。えー、トウカちゃんの 3D モデルめちゃめちゃ可愛くないかはい、ということで、今回で、えー、追憶すべて終了になります。最後まで見てくださった方ありがとうございました。これからはね、あのー、マルチの方を進めていきたいと思います。サバイバルキャンペーン、あと、バトルかな、チームデスマッチとか。えー、そちらの方を放送と動画と中心にやっていこうかなと。 思いますではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。